今回は定時で仕事が終わる方法について紹介をします。まず結論です。結論はタスクの明確化と集中です。さあ、まあ、結論だけ聞いてもね、よくわかんないと思うので、まず僕の自己紹介からします。現在の僕は、教員4年目です。で、今は小学校、中学年の担任をしています。で、僕の勤務状況としては、定時には、まあ、その日の仕事っていうのは終えて、でも大体、まあ、周りとの先生方の様子を見ながら、まあ、定時から30分以内にはね、まあ、対抗しているような状況です。さあ、じゃあ、先ほどの理由に戻ります。定時でね、仕事が終わらない理由っていうのは、まあ、僕は2つあると考えています。で、まず、理由の一つ目が、何をするのか曖昧なんですね。今日何をしよう。あとは、また、どこまでできたら終わりかっていうのは決めてない先生方が多いと思います。これが理由の一つ目です。理由の二つ目が、職員室でね、やっぱり雑談とかね、まあもちろん大切なんですけど、まあ、やっぱり雑談っていうのがやっぱりあったりとか、あとは電話とか来客の対応とかがあったりとかもして、まあ、なんか一つのことについて、まあ腰を据えて、もう集中してやる。っていう場面が、まあ、なかなか作りにくい状況かなというふうに思います。つまりですね、まあ、先ほど言ったタスクの明確化をして、ちゃんと集中をすることをやると、早く帰れると僕は考えて実践をしています。で、実際に、まあ、ほとんどね、まあ、定時で仕事は終えているので、まあ、大方できるかなというふうに僕の体験からは思います。じゃあ、具体的なね、アクションプランというのを説明します。まあ、まず放課後ですね。まあ、日中は、まあ、授業があったり、あると思うので、まあ、放課後、まあ、子供たちが下校した場合に、まあ、学年とかね、学校の仕事で、まあ、今日までね、やることとか、まあ、やり方と、あとは近日中に、まあ、やることとやり方っていうのを確認をして、もしね、なんかわからないことあれば、まあ、質問をしたりとか、まあ、ここで最初に聞いちゃうっていうのが大事だと思います。でもちろん、学級の仕事とかも、まあ、もし、まあ、わからなかったらね、ぜひ聞いて、まあ、まず、やる前に聞くっていうのはね、大事。聞いたり確認するのが大事だと思います。で、聞いたり確認をしたら、もうひたすらね、まあ、サイクルメモっていう方法で実践をします。もう、ここは個人ワークですね。もう、一切聞いたりとかしずに、ひたすら、もう、個人ワークでやっていきますと。で、このサイクルメモっていうのは、まあ、メンタリスト大吾さんがね、まあ、ここ最近、まあ、YouTube で投稿したと思うので、まあ、概要欄に貼っておきますので、詳しくはそちらの方をご覧ください。で、このままサイクルメモでひたすら個人ワークをやって、ひたすらそれをやって、で、今日のやることを終えたら、もう帰るっていうね、もうシンプルにこの3つでね、帰っていきますと。じゃあ、このサイクルメモのね、やり方ね、ちょっとまあ、詳しくは、まあ、DAIGO さんの、まあ、動画で、まあ、しっかりと言ってますので、まあ、ここの動画では簡単に紹介をします。まあ、時間は、例えば25分。と5分のサイクルと決めたら、もう25分間ね、もうひたすらタスクをもう無言で、もう一点集中でひたすらやりますと。で、5分間休憩とかね、雑談をしますと。で、また次の25分間でタスクを無言にひたすらやりますと。で、5分間休憩とか雑談をしたりとか。もうこのサイクルをひたすらね、25分やって5分休憩っていうのをひたすら繰り返すっていうこの方法をやっていきます。で、これを聞いてね、まあ、ポイント3つありますので、ポイント紹介します。まずポイント1つ目は、まあ、これ大事なのは、あくまでも本質的に大事なのは、タスクの明確化と集中です。まあ、ここをもう忘れずにやってほしいなというふうに思います。で、2つ目です。まあ、同時に2つ以上の、ね、タスクをする、まあ、マルチタスクって言うんですけど、まあ、同時進行で、ね、やったりとか、ながら勉強とか、ながらでやったりとかするんじゃなくて、一点集中をします。で、あと喋りながらやったりとかもしません。とにかく一点集中でやりましょう。三つ目、わからないことは、もしわからないことがあれば、その、まあ、25分のひたすらやるときに聞くんじゃなくて、まあ、休憩の5分間で聞きましょうということです。で、これもちょっと補足なんですけども、まあ、当然ね、これ、あくまでその、もう、まあ、自分だけの話なので、当然、まあ、その、まあ、自分の休憩5分で聞くっても、もちろんありなんですけど、まあ、基本的には、なんかまあ、職員室で、なんだろう、雑談が始まったりとか、何かちょっと喋っているような環境になった時に、まあ、ついでに、この時に聞いちゃうっていうのがいいかなというふうに思いますので、まあ、すごい自分のペースっていうよりは、まあ、その周りとの環境に合わせて、まあ、周りが今喋ってる感じだなとか、何か喋り始めたなって時に、それをもう休憩だと捉えて、そこで質問するっていうのがいいかなというふうには、僕は思います。はい。とはいえね、まあ、ここまで言って、まあ、今のね、3つね、まあ、このサイクルメモ、本当にできるのかと。まあ、結論から言うと、
これをね、まあ、サイクルメモを、まあ、職員室で、まあ、いろんな先生方が行ったりとか、いろんな電話対応とかやある中で、このサイクルメモを、まあ、やるっていうのは、まあ、不可能に近いと思います。まあ、当然ね、電話出たらもちろん出た方がいいですし、もちろんなんか、まあ、いろんな先生方がね、まあ、相談があったりとか、なんか提案があったら、もちろんそれは無視するわけじゃないので、もちろんそれは聞いたりとかね、まあ、雑談とかも、やっぱり大事だと思うので、まあ、完璧なのは無理かなと思いますので、まあ、大事なのは、まあ、アレンジをしながらね、自分の、まあ、タスクの明確化と集中できるっていうのを意識して、できる範囲でやっていくっていうのが大事だと思います。で、まあ、あとは、やっぱり周りの先生方との関係とかコミュニケーションはすごいもうすごい大事なので、もちろんもうそれこそ定時で帰るとかっていうよりは、っていうよりもこっちの周りの先生方との関係とかが大事だと思うので、まあここはすごくもうまあ優先として、まあやった方がいいと僕は思います。で、あとはまず本当に一人で小さくやってみて大事だと思います。で、なので、まあ逆に言うと、その自分もタスクの明確化と集中やるんですけども、他の先生方にも、まあ、今、この、例えば、4年生では、これやった方がいいですよね、っていうふうに、自分からも確か明確化をしたりとか、あとはその、まあ、他の先生が集中してたら、それはもう尊重して、あ、今集中してるから、自分も質問は後で、なんかそういう環境になったら聞こうっていうふうにしておくとか、そういうような、周りの先生方に、への、タスクの明確化と集中の配慮も大事だと思います。で、その上で自分も小さくやってみる。周りの迷惑かからない範囲でやってみるっていうのが大事かなというふうに思います。じゃあ今日のまとめいきます。今日の、まあその定時で仕事を終わらせる方法として、もう結論はタスクの明確化と集中でした。まあこれをもう覚えておけば、もうどんなアレンジをしても大丈夫かなと思います。で、まあ今回の動画では、まあサイクルメモっていう方法を紹介しました。で、これ大悟さんがやっているっていうのと、まあ研究論文にも載せてやってるっていうのと、まあ僕自身も、まあ、この年末年始とかやってみて、すごくね、あ、これすごい集中できるなって思ったので、本当にこれを、まあやるっていうのが僕自身はおすすめだなというふうに思います。で、まあ何でも言いますが、まあ、完璧に実行しようとしないで、まあ先生方の関係性とかコミュニケーションは、もうここは一番大事だと思うので、そこは大事にしながら、自分の働きやすい環境の中でやってほしいなというふうに思います。それで今回の動画終わります。で、この YouTube チャンネルでは、まあ、こういった、その、まあ、役に立つね、先生方の役に立つ情報とかを配信していくので、ぜひね、まあ、こういう動画いいなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。それで今回の動画はこれで終わります。ご清聴ありがとうございました。